人類120歳プログラム誕生、ついてこい、この道を。聖秉禅、幼少より数多くの武術、気功、風水の名士に師事、中国武術界で五虎と称される巨星、自然門大師万来世の皇帝。1988年の来日後、中国の伝統的な自然健康法をもととして、日本人に合った独自の健康法を提唱・指導を行う。また武術・気功のみならず、音楽や書、絵画の創作活動も行い、独自の世界観で人々を魅了し続けている。そして今、目指せ人類120歳という理念を掲げ、聖秉禅が送る心と体を鍛え人生を豊かにする番組、それがおはよう健康体操です。おはようございます。聖秉禅です。高陽です。漆原千穂です。まったりゆったり、爽やか元気、健康に役立つ誰にでもできる体操を今月も楽しくお届けしてまいります。今日は土曜日です。初心の気持ちを持って体操しましょう。おはよう健康体操、先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用、まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。鍛錬、自分の体に意識を傾け、体調や体の変化をチェックする体操です。四肢呼吸、泡と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合、全身を大きく開き、人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。
鷹の構図。大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。空を飛び交うツバメをイメージして自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。円歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。頂点立地。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。丹田。
空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。健康体操鶴のポーズの心得。おはようございます。今日は鶴のポーズ心得です。皆さん夜中に足りないことに対して、夜中生きる足りないことを意識足りないんですよ。もう一回言って、皆さん意識足りない。皆さん情けないんですよ。努力しない。かなり情けことをね、だらしないことをすごく持ってるから、だから太ってまま、だから貧乏でまま、だから髪だけ白くなったらもう白くまま、髪だけ白くなんか黒くできるから先生は。できるなの。薄くなってね、もう一回生まれることもできるの。なぜ皆さんやらない？お腹出たらへこむもできるの。体力ないでとか体力作る先生みたいな体になるできるの。皆さんなんでやらない？番組見てただ見てることに適当な体操をやったらそれはいい健康になる、それは適当に健康になるけど、しかし人間せっかくこの辺まで来てるから、先生もう一回言ってる。人間はもう一本道がある。年取る取るほど体力は保てままで、年取る取るほど歯が落ちない、年取る取るほどは髪の毛同じ黒い、年取る取るほどは精力もっと強くなる。その人類でその道がある。先生発見した。あり得る世界、人類あり得る文化、先生これから作る。それは出会いにより広がる。皆さん人生の中に無意識世界になる人がね、出会いは少ない。先生の YouTube を見て皆さんも出会いできなければ、どうやって人と出会いするの？人間出会いにより始まるのね。出会いもしなければ人間はこもり症とか家に出られない人とかね、実際に世の中はね、家にこもりで人がねすごくはいるんだけど、実際に世の中出てもこもりとか心こもりとかすごく多いんですよね。心にこもってる。人と交流できない。うちいるよりも外を出て人と交流できない人間はもっとひどい。ひどいよ本当に。人見た瞬間にシャッターピシッ、私と違う、私違う感じで、すごい警戒心強い。警戒心は世の中にね強いことを、人がね自信がないで人ですよ。先生の携帯電話簡単に YouTube に出てるの、どうぞ080-5178-8388言ってるよ。先生は自信があるの。縁あればどうぞ向かってきてください。いいよ、出会ってあげるから、一回会ってあげるから、自信がある。皆さん何自信ないと多いんですよ。いやメール教えない、携帯電話教えない、いや私は、いや私はこの辺できてない。あなた何、あなたただで普通の人間ですよ。何もないよあなたね。俺より豊か、俺より力ある、俺より何がある、もう連絡できない感じです。ことは大事。人間はね実際にね不自然無意識世界にいるんですよ。先生この YouTube を見て有意識世界に教えたい。皆さん元気になるために、豊かになるために、全て幸せになるために有意識世界に来てくださいよ。 99% の人間無意識世界にいるから、いるから無意識世界にいるから、先生みたいな人間は世の中はね100人の中に1人もいない、ね、99,990人とか先生と違うから、先生の中に10万人の中に1人がいるかいないだ僕考えてる。先生の力のスピードバランスの、もう何年間番組言いながら挑戦者誰も来ないんだよね。100万お金はそんなにいらないですか？自信ないんですよみんなは。先生肩見てみんな、この先生に勝てるわけがないが、
先生こういうこと言うことは皆さん自慢じゃなくて無意識です人にね有意識させるから、せっかく僕の YouTube 見てるから皆さん自分の人生有意識に変化しなければもったいない、お互いにもったいない。変わるんですよ人間は。足膝痛いになったら先生に切れば痛くなくなるから、不眠症の人間寝ることになるから、太る人間痩せるし、ね、髪の毛白い人間黒くなるから、性力弱い人間性力強くなるし、仕事ない人間先生仕事は差し上げるし、なんで皆さんただ番組見てじっとこういう感じで見て声も何もあーも愛のことに出会いことに怖くなってる感じで、本当にね弱いと世の中すごく多いよ。時にはいや先生強すぎるから私は近づかないな、強すぎる、俺は世界中強い人がね探してさ、俺より強い人が紹介してくれることは先生超嬉しいよ、本当に嬉しいよ。俺より強い人が誰が紹介してくれる、先生より力ある人、先生よりすごくそのパワーある人が紹介してくれれば私はあなた100万プレゼントするよ。先生は出会いを毎日求めてる、これは正直に皆さんと違う、皆さんは出会いを切断してる、先生は出会い毎日求めてる、だから今まだ YouTube 出てる。先生もし皆さんみたいな出会い怖いとか無意識になったら先生 YouTube 方がわざわざその体力と経済使って YouTube やる必要はないよ。先生は勇気ある人、有意識人、出会い求めてる人、だから YouTube 出てる、だからおはよう健康体操番組終わってもまだ続けてる人。先生の生き方、先生の有意識世界、皆さん少し真似してくださいよ、少し勉強してくださいよ。先生に近づけば先生みたいの経済力になればいいんじゃないですか。皆さんに言いたいこといっぱいあるよね。どうやっていいところを住む、どうやっていいものを食べる、どうやって人間出会いになる、どうやって仕事をやり方になる、どうやって経済豊かになる、誰でもできる、だけど皆さんやらない。これは先生はいつも世の中にとっては質問は疑問を持てる。なんで私みたいな人生皆さんならないだろうとか、なんでそのくらいで体50歳になったらお尻なくなってさ、もう本当に2本棒ぐらいでお尻差し込んでお風呂場の中に歩くくらい人が多いんだよ。足そんな細くてお尻だらって下がってるのは何歳の時に60歳は俺と比べると全く全然違う人類になっちゃうからね。なんで努力しないだろうからね。皆さん多分が有志世界知らないからそうなるんじゃないかな思いながら、今日は番組変化して一つで有志世界で切断して、月曜日から火曜日が有志世界1、2、3、4、有志世界ずっとこの時間が切断してここでやっていく感じで、なぜ世の中は無意識しすぎる、人間が鈍しすぎる、鈍い、みんな賢いない、スマートじゃない。人間スマートになればツールポーズみたいな有識世界になる。先生みたいに体方がね、今はこの体の中に贅肉と筋肉筋動にとてる、60歳とでは先生世界ナンバーワンと言ってもいいよ。大勢人間筋肉がありすぎる人間はあれただ見せる、先生見せるじゃない、先生自然に体仕上がってる、だから先生とその体の筋肉と脂肪すごくバランスはとてる。生活の中に愛はなければ、自分の体に愛、他人に愛なければその体にならない。ぜひ今日はで有意識世界、すごく先生いくら言っても終わらないんだよ。皆さん無意識の世界ありすぎる、だって体も無意識し、経済も無意識し、出会いも無意識し、体、経済、出会い、あとは人間の心、無意識、これは全部はこれから改善しなければならない。あの YouTube を見る限りには先生はその有意識世界はあり得る世界、これからずっと言うから、だって人間変わらない限りには、意識変わらない限りに先生の YouTube を見ても意味はないんですよ。見たら変わらなければ見ても時間がもったいない、なったら見るな。見ることに対しては自分から見て時間かけて変わっていく。髪の毛白くいる人が黒くなる、ね、痩せる人間が体が大きくなる、太る人がお腹へこむ、少しずつでもいいんだよ。進化していきなさいよ。せっかく僕の YouTube 見てるから、シア先生と会ってるから、自分の影響、自分変化しなければもったいないよ。せっかくこういう縁の運命あったから、黙って僕の番組を見て、そういう人が非常に心はね暗いですよ。人間だって誰でも問題あるのよ。
いっぱい問題あるの。経済の問題、体の問題、心の問題、住まいの問題、出会いの問題。先生に来ることあれば、先生は何度か緩和させて、いい道が導くしてあげるから。YouTube は先生は続く。なぜ夜中苦しい人がたくさんまたいる。番組を見て、なかなかね、自分の方がね、その、うまくいかない人すごく多いんですよ。最近は電話多めに来てる。ね、来る人がみんな喜んで、先生は全部は相談してやる感じで。ぜひ、今日は有意識で話し、実際に先生言いたいことは、ことですが、有意識で世界になれば、君あり得る文化に受けることになって、不可能のもの可能になって、自分の人生、夢の希望を向かっていくことは一番幸せ。人間、夢の希望をもしなければ、一般の世の中の人間にとっては、70歳で80歳亡くなったら、先生よ、考えられないよ。どうやって生きるの？残り17年の人生だったら、今の産業やっても意味ないよ。俺は YouTube もやらないよ。先生 100% 自分信じて120歳行くぞ。私は人生の中に老年と晩年が取らなくてもいい。一生壮年、一生先生100歳になってもね、同じぐらいでね、この筋肉を保つことは皆さんに約束してる。死んだら仕方ないけどね、死なない限り先生は元気のうちに先生その体保てままで年取っていく、うん、先生は名もなく世界の中に奇跡を起こす男になる。なぜ人生一生壮年の文化先生作ったから。一生壮年、先生みたいとか資格がある。なぜこの道得たことある。そして成功者です。皆さんこの YouTube 見て、普通の先生見たらあんたは損するよ。やっぱり夜中ナンバーワン、これから夜中に世界ナンバーワンの男を今説明してるから、今のうちに先生と交流時間がある。もう少し時間、先生世界行ってたら、有名になったら皆さんと話す時間がもうない。正直言って、昔、あと何年後で先生に電話かけてきて、先生と話したいときに、その時結構ですよ。私は今時間がない。忙しいから。昔、おはよう健康体操7年見ました。いや、結構です。なぜなら7年が昔大事にしないから、今俺は忙しいだ、あなた電話かけてくる。そういう時受けることしない。だから、今のうちに先生と交流が可能性あるんですよ。出会いとある。可能性ある。その時期超えると、先生これからもう映画作るし、いろんなことを作る、忙しいになるから。見てですが、切ないんですよ皆さん。なんで変わらないこと、なんで皆さんやっぱり心を信用しないからね。先生のことは全意識世界から奇跡思わないと、人はあなたこの YouTube 見ても意味ない。先生見て自分人生何も変わらないで、人間が YouTube 見ても意味ない。僕は縁を大事にするから、本当にね、さっぱりするの。縁あるは続く、縁なければさっさと違うことをやりなさいで、 YouTube 見ても何も意味ない感じで、見ることあれば自分変化しなさい。そういうことです。じゃあ今日は、今週、今はこの先で話しね、私はこれから番組変わって全意識世界に変化して、そしてあり得る世界、世の中に皆さん知らない世界紹介するから、知らない世界紹介するから、ぜひ皆さん心を有意識を持って先生の話聞いてください。いつの日か先生に勇気を出して、先生に出会い、先生と出会い、一歩踏み出して先生と会うように頑張ってしてください。先生、あなたの今まで無意識で世界知ってるから、変わっていくことは道も知ってるし、ちゃんと教えるから、勇気出して頑張って来てください。おはよう健康体操。先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用。まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。
自分の体に意識を傾け、体調や体の変化をチェックする体操です。シシギクアバと戯れる獅子をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合。全身を大きく開き、人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。鷹のポーズ。大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。空を飛び交うツバメをイメージして自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。縁歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。
頂点リッチ。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。丹田。空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。続いてはもっと知りたいおはよう健康体操。シエ先生に聞くみんなの相談室。気水カフ苦月。人間はみんな悩むこと大切。世の中一番良くないことはみんな忙しいすぎるんですよ。クール時間がないの。本当に皆さんクール時間ないの。今世の中はね、特に子供、学生、若い青年、オフィスで皆さん毎日携帯電話見てるの。脳の中に休み時間ないの。トイレなどで携帯電話持てなければトイレはね、うんち出ないみたい。トイレもし行く前に携帯電話を持てなければありえないみたいで、もう悪い癖がいっぱいついてるの。人間脳の中に空輪の世界に持てない。空路、霊の世界。空輪ね。輪。空霊の世界。霊の中に魂ね。霊界の霊、空霊世界。持てないの。脳の中にずっと携帯電話の情報を持って考えて、いろんなこと24時間が、時間あればとりあえず携帯電話。寝る以外は全部携帯電話。人と話しながら下で携帯電話見てる。これは実際人類で大きい病気になってる。これ空の世界の中に今はね、ほぼ大きい氾濫してる。人間正常に生きるために空の時間が必要ですよ。空白の時間がなければ人間脳はいつの日か神経やられて死んでしまう。今若いで世帯みんなそうだよ。携帯電話の癖直すのためにどのくらい力がならないだ。ならないなら力がなければ治らないね。特に子供
もう携帯電話、自分の娘、自分の息子を皆さんよく見てよ。携帯電話もう高校朝から夜までね。もう視力もダメになって、脳みそもダメになって、人間関係もダメになって。世界的に大きいです。人類にとっては災難ですね。携帯電話は間違いなく人類で災難。人類携帯電話によりたくさんのものは滅亡する。携帯電話により人類たくさんの夢がなくなる。携帯電話により年寄りの人間が絶望する。携帯電話により親から関係ダメになる。携帯電話により恋人が別れて、携帯電話により家族離婚する。携帯電話により人生は孤独になる。皆さん、 YouTube 見てる皆さん、先生言ったことは嘘じゃない。携帯電話は人類で殺傷で殺臭です。臭ね、殺すの、殺し屋です。うまくにこの携帯電話を利用すればいいけど、うまく利用しなければ本当に人類携帯電話より滅亡する。今の世の中は、ね、人間と人間関係は本当に前よりが面白くないなってるの。なぜなれば人間新しい恋人できたから、携帯電話恋人できたから。なかなか最近の女性はね、みんな病気ついてる。携帯電話病気、若い子はみんな携帯病気になってるから、そんなに話や目線も合わないに携帯電話を見て話するし、時々話するときに目線が携帯電話行くし、今の世の中女性一番の恋人は携帯電話だから、空の世界。人間なぜあなたの人生今はねダメなことね、あなた携帯電話見すぎることを大切、大きい欠点が自分を覚えてください。あなた集中力できない、あなた空白時間ない、あなた脳の中に全部携帯電話にコントロールされていることに、これ病気になっていることを覚悟してください。そういう人、治る可能性ある。先生に心に来れば治る可能性ある。携帯電話と禁煙より難しい、禁酒禁煙より難しいです。これはきっと皆さん悩んでると思います。ぜひ皆さん、この携帯電話の悩み、あおり自分クール世界できないこと、クール世界できないこと不眠症もなるからね、先生に来て相談して、先生バッチリ直してやるから。以上です。おはよう健康体操。先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用。まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。自分の体に意識を傾け、体調や体の変化をチェックする体操です。四肢呼吸。玉と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合。全身を大きく開き、
人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。鷹の構図。大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。空を飛び交うツバメをイメージして自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。円歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。頂点立地。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。
車輪圏。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。健康と人生のために心に留めておきたい言葉がある。チェ・ビンジェン、今日の一言。はい、今日は一言これです。陰道法、隠れ道宝。世の中はたくさんの道は本当に表面に見えない。と、例えば健康法、たくさんの健康法はね、ほぼ見えないのところにある。隠れてる。それはこの道通ったらいいと経験する人しかわからない。これは陰道法。見えない道こそは本当に宝。おはよう健康体操の中にたくさんの引導法、宝入ってるから、おはよう健康体操の健康法とか思想とか、世の中に大勢の人がわからないことは中に入ってる。時にはこの時代は逆転に走ることは宝物の道が出てくるかもしれない。世の中はたくさんでいろんな健康法を言ってるけど、しっかりで1日3回ご飯食べるとか、実際には隠れる道が人間1日3食は食べる必要ないです。人間本当に食べるもの、健康法は特に年取っていくときに、食べたいときに食べることが一番いいです。これは隠れる道。お寺の坊さんとかね、本当に食べる量少ない。本当に世間ことはそういうこと知らないでしょ。いっぱい食べると元気になる、しっかり食べる元気になる、そうでもない。実際に健康の道、産業の道、いろんな人間出会い道、全部隠れてる、ね、この引導法は見えない道こそ宝。ぜひ皆さんお忘れないでください。今まで自分の歩んでる道はどうやってそういう隠れる道が見つけて健康の道に進んでいきましょう。今日の一言。学ぶべきはここにあり。人生革命開始。人生そのまま終わりたくない人に、これからもう一度立ち上げたい人に、僕が人類102歳でプログラム始動開始。一生懸命生きる人を応援したい。まず電話ください。この動画を見ていただき、体操を勉強したい、チャー先生に会ってみたい方は、
ぜひホームページにあるお知らせをご覧ください。それでは今日も一日まったりゆったり爽やか元気にお過ごしください。それでは今日も元気でいきましょう。健康、すなわち良き人生、目指せ人類120歳。今日も楽しく元気にお過ごしください。